ピックアップを変えるまではないけど、もう少しニュアンスを変えたい。あ、そういうことか。うん、ほんま微妙な世界、ラインのところを言ってるんですね。そうよくある3コードとかね。Thank you.
か人と合わせることがないので自分らのバンドでやってるって、うん、どうしても打ち込みでやってると、うん、なんか人間同士で音合わせをするというのがなかなか今まであまり ない場面で、こういうギターだけでやってても合わせるの難しいなと思いながら、その演奏の どういうフレーズを取ったらいいかっていう難しさももちろんあるけれど、音を合わせること自体がいや難しいと思いながら、頭の中でなんかこうちゃんとこう整理ができてないままでこう音がもう流れていくから、あ、まあそうっすよね、うわ合わせるのって難しいわって思いながら、いやでも楽しいけどそんなん弾くんや、そんなん弾くんやって思いながら撮ってセッションね、そういうのがねそう、人の演奏なんかそこ、タッピングそこなんか俺も嫌だなと思ってそれあるんですよね、人がやってるの見て、じゃあ俺もおるみたいな、ちょっと嫌なの、タッピングとか嫌なあかんのかな今やってくれたなんかそういう、こう、この場でのこの、なんかやりとりが、音のやりとりが面白いなって。さて、なんかいろいろとまたお話を聞いていこうというふうに思ってて、もう一つなんかテーマをちょっと出してたんですけど、はいはい、ギターのカスタマイズされるんですよね。まあ一応いじることいじるんですけど、さ、ね、うん、自分のギターがね、僕の場合もともとオーダーメイドで作ってるギターで、今これが3本目なんですよ、言ったら、うん、他にあともう2本もあって、それも全部オーダーメイドでやってるんですけど。そのショップ任せなんですよね。うん、そうですね。で、なんかしたいことがあったら、その担当のスタッフさんに、ちょっとこういうふうなことをしたいんやけど、どうみたいなんで、提案して、そのお話聞いて、あ、じゃあそれやったらやってみたいなんで、カスタムしてもらうっていうことは何回かあるんですけど、うん、まあ、例えば今まで頭やったら、ハムバッカーやったけど、こういうタップをつけたい。はい、だからそのこと相談したら、じゃあスイッチどうすんのみたいな。あ、これは今、調べたんですけど、うん、当時はこのボリュームポットとトーンポットとこのセレクターしかなかったから、でこれをこう引き上げるようなスイッチがあるよとかって教えてもらったら、うん、あ、じゃあできるやんみたいな、じゃあお願いしますとか、そういうふうな、まあ、いわゆるカスタマイズっていうのはやってるんですけど、スミさんの場合違うんですよね。これ自体は、まあ、このストラ自体も、まあ、保険ジャパなんですけど、はい、買った時からもうすでに前の人がここパーツ、これなんかチタンなんですよ。ほう。つけてくれとって。つけてくれとって。最初がついてたんですよ。で、一応こう本当は3シングルやって、はい、これも多分これはないかな。お知り合いの方から、いや、ヤフオク。ああ、ヤフオク好きやな。ヤフオクたまにね、おほっというやつが転がってるんですよ。ついついね、ポチってしまう。これは、あとこれがでも、もともとは、3シングルで、多分ダンカンの SSL1 ってやつかな、やったんですけど、はい、どうもね、僕ね、リアの音がよく使い道が分かんなかったんで、で、中のザグリが多分シングル用になってたんで、じゃシングルサイズのハムでいいかっていうので、今はこれリマジオのやつが、はい、本当はダンカンのなんかホットレールかなんかってやつがあって、うんうん、最初それ積んでたんですけど、なんかこっちの方がハムっぽいなと思って、あっちはちょっとエッジ。ホットレールってハムでした、シングルタイプのシングルタイプの。そっから、あと、中のホット類とか、コンデンサーとか、はい、あとこれ、ペグ、うん、6式のペグ。あ、うん、便利ですよね、それ。僕のギターは大半もうこれですね。あ、書いてるんですか。もう何せ原稿が邪魔くさいんで。これめっちゃ楽っす。とにかく楽。みんなに言われる、それ。だって差し込んでくるっと回すだけで、そう。だからそんなぐるぐる回さないんですよね、ここの。そう、全然回さない。これぐらい残さなあかんかなとかいうのをやらなくていい。引っ張っといて。一応、だから、一応軽くだけ、少しだけアップできるようになってると思う。あ、ほんまや。じゃあ、ここにちょっとなんか溜ましといて、うんうんうん、で、あとこう通して、キュッと上げる。それでも使う人みんな言いますね。めっちゃくちゃ楽。めちゃめちゃ楽。銀行感。ペグの、わかるかな、ここの部分でロックできるのって、まあ、当時なんか、拡大の画像かなんか貼ります。すごく楽っていう。なんか、マグナムロック。
これはマグナムロックスですね、うん、前のこれはでもここ、はい、これ回してできるタイプで、うんうん、違うやつはこれがなくてこれをねじってったらなんかこの中からポストが上がってきて、あ、そうなんやっていうやつもあったんですよ。まあでも僕後ろから入れようかな、うんうん、気楽なんでだからそれも全部自分でつけ替えてあるんですか。これもこれ多分自分でやったような気がするんですよ。多分多分自分でやりましたね。うん、そうなんですよ。まあでもパーツね、一個変えるとちょっとずつ音変わるんで、うん、楽しいですよ、うんうんうん、確かに、うん、あとは本当に中のコンデンサーとか。そうですよね、その辺ですよね。それってでもどうやって調べるんですか。だってつけてみないとわかんないじゃん。まあピックアップもそうですけど。そう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 、まあ、ヴィンテージのコンデンサーを何個かこう当てに入れる機会があって、そんなもんで音変わるんだと、うんうんうん、まあそこら辺でもよく出てるな。例えばオレンジドロップ、うんうんうん、有名ですね、うん、人気ですね。よく売ってるタイプの、うんうん、あれとかに書いたことがあったんですけど、昔なんだか変わった感があんまなくてでもあれは僕はどっちかというと音が飽和する感じがするんですよ、うん、こうジューシーって言ったらそうかもしれないですけど、ドワーって全体的にはちょっと飽和感があって、で今入れてるのはヴィンテージのコンデンサーなんですけど、うん、多分スプラグかなんか入ってたんですけど、スプラグっていうヴィンテージコンデンサーは、まあ、会社名、はい、50年代、60年代とかの、お、そんな昔のやつなんですか。そうそうそう、でそれをじゃあ手に入れてそんなもんで変わるんかっていうことで、うん、こいつもう一つ変えた、ポールイドスミスかどっちか忘れましたけど、うん、のコンデンサーをとりあえず外して、はい、でこのちっちゃいクローレスみたいなの書いてるんですけどそれをこの岩に口クリップを出るように一旦配線してあ、なるほどね、ここに出して付け替えできるようにしたんですね。でここでこう付け替えて、はい、ちょこ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 やって音出してやっぱそれぞれ全部やっぱ音が違くて、おう、そんな劇的に変わるんですか。でもね、よく聞いたら違うみたいな、でもなんかやっぱ違うもん、聞いてる人はよくわかると思う。あ、そう、うん、ただ弾く人じゃなくて前で座ってた、うん、聞く人、聞いてるだけやったらどこまで変わってるかはやっぱちょっと難しい。なるほどね、微妙なニュアンスのことが多いと思うので、うん、やっぱり聴いてる人っていうのはこのピッキングするタイミングは自分が一番分かってて、聴いてる人はやっぱピッキングのタイミング分かんないんで、ね、その音の出る瞬間のその音っていうことですね。出た瞬間の触れた時の音の感じとかもやっぱちょっとしたニュアンスで変わってくるので、そういうところがなんかちょこ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 変わってくる。なんかタイが出るやつもあればやっぱ違うよね。それを自分の好みの、まあ、例えば今のコンデンサーやったコンデンサーで、うん、探していくのってどうするんですか。今回はたまたまあったからこれをっていう感じだから、うん、まあこれまたヤフオクレイですねその当時そのヴィンテージコンデンサーを3個セットとかで2980円かな、その売ってる人がおったんですよ、はい、でその人からちょろちょろ買っとって、でその人との LINE グループみたいに入って情報交換みたいな、そういうマニアがいっぱいおるから、これはね、こうだからみたいな、ほう、あ、そういうとこじゃあ お話を聞いて、じゃあこれのこれ試してみようかとか、その出してはる人にもこう直接このストラトなんですけどとか、このギターなんですけどこれとこれを載せようかなと思ってるんですよねとかいう話したら、それとしたら今やったらこれあるから、うん、なんぼでいいよみたいなマニアックな人たちの話を聞いて選ぶわけですね。はぁ、あ、すごっ。コンデンサーって言ってもいろいろ種類があるので、はい、それセラミックコンデンサー、うん、そうですね、ありましょうね、まあオイルコンデンサーで、ワックスペーパー、まあそんな詳しくはないですけど、エフェクターを自作したりとかしてたんで、一時ある程度は軽くは知識はありますよ。セラフォンとかやとやっぱちょっとほんまにストラトっぽいコツっていうような感じの音が出るような感じがしますし、で
ワックスペーパーとかの一番古いようなタイプのやつはやっぱり、うん、ちょっと古臭いけど太めな青とかで、ね、多分ですけど今のこいつら普通のやつについてるコンデンサー、ほんまにこのちっちゃい緑の黒レスみたいなやつとかは黒レスみたいなやつ、電気的にはそのあのコンデンサーの好きな人とか結構あれ黒レスって自分のやつ結構黒レスついてるで、ああいうやつは多分電気的にはすごく多分優秀だと思うんですよ。全部を多分綺麗にこう、まあ、音で言うんであればトーンで曲げたら絞ったりとか、まあ、スポイルちょっとするわけじゃないですか、してくれる感じだと思うんですけど、ヴィンテージ系のコンデンサーは多分電気的にはダメなんですよね。だからこうスポイルしきれてないところがでもそれがだからそのギターの場合音に現れるとたまたま美味しいとこやった、自分の中で美味しいとこやったっていうのをこう好みで選んでいく。え、そのやり始めた時ってどうやったんですか、一番最初。だってほら音がギター弾いててなんか気に入らない音やったら、まあ例えば分かりやすかったらアンプのセッティングを変えてみるとか、まあ足元のエフェクターの変えてみる、エフェクター自体を変えてみるとかで、まあさっきもちょっと一言言いましたけど、あのピックアップを変えるとか、っていう風になってくると思うんやけど、この人は中の配線をいじるのって俺もっともっと後じゃないかなっていう風に思ってたりしてるけど、僕音作りは基本6割以上はアンプやと思ってるんですけど、でもあんまこうエフェクターでももちろんあって、このエレキギターで言ったら、まあエレキギター本体の割合で言ったら多分このピックアップの割合がすげえでかいと思うんですよ、やっぱり。で、まあいろんなパーツ類とかがあっても、そうですね、コンデンサーとかはもう最後の1割ぐらいじゃないかなっていうぐらいのあれなんですけど、だけどピックアップを変えるまではないけど、もう少しニュアンスを変えたい。あ、そういうことか、ほんま微妙な世界、ラインのところを言ってるんですね。もうちょっとなんかこんな感じにしたい。ピックアップ全体こう、ね、変えるのもまあまあ大変やし、これはこれのニュアンスは別に嫌いじゃないねんけど、もう少しなんかもうちょっと美味しいと欲しいっていう、それでのがまあコンデンサーは分かりやすく変わります。へえ。今ちょうど、まあ、寄せ集めみたいな感じで、その後もう一本ね、まあ、あ、そうなんか最近 SNS とかで皆さんピックガード最近なんか写真アップされてましたけど、作ろうかなとまあ。今ギター作ろうとしてる。なんかネックをね、たまたままでヤフオクで落としたヤフオク大好き見てまうんすね。でボディはね、なんか昔から家になんか転がってたんです、はい、それなね、ピックアップボディだけが家にあったんですか。そうです。ピックアップもなんか前なんかで買ったやつあるし、ブリッジもまあ別にあるしっていうので作ろうかな。配線さえできたら一応ギターにはなるんじゃん。そうそうそう今でもその知り合いの人が俺一応任してやって言ってきたから、あの今塗装を剥がされて塗装されてると思うボディをギター作るようになってんな。それでまた最近その配線材を買ったんですけど、それはもう30年代とか40年代とかの古い配線材。そんなあるんやん。そういう人が売ってるページがあるんですよ。一個一個、ね、ちゃんとレビュー書いてあるんですけど、その人の感想がね、これはストラット向きで、レスポール向きで。ああ、やっぱその楽器としてギターのパーツとしてのことですか。まあ、一応オーディオにも、ね、あ、そうですね、そっちの方が多そうな気がするんですけどね。とかでこうレビュー、その人なりの感想が、ね、書いてあって、ストラトにいいよみたいなやつをとりあえず買ってみたんですけど、マニアックな世界やわ、すごいな、もうマニアックワールドです。面白いですね、まあ、改造はなんかいらないギターがあったらやってみたいなとは思うかも。ああ時間もそろそろあれなんで、はい、片付け始めましょう。はい。